困難救助隊の YouTube を始めます。黒田健です。こんにちは。困難救助隊は結婚したのに結婚できずに、孤独死まで追い込まれてしまうというこの日本の社会の現状、長く続いてますけど、これをどうすればいいのかなということを、言い続けて、早くも、1129回になります。こんなことを話していきます。2024年令和6年ですね、8月20日になりました。今日は何曜日ですか？火曜日かな？火曜日ですかね。心筋梗塞に私、急性心筋梗塞になってから、助かりました、助けてもらいましたですけども、211日目になります。でモットーじゃなくて課題ですね。この YouTube の、365日間における総視聴時間数4000時間突破を、まずこれをしないとですね、プロの YouTuber になれません。これをやらなきゃいけません。それでこうこれをアピールしてもしょうがないのかもしれないですけど、とりあえずこれが課題なんですね。はい、正直に言っちゃうんですね。まあ力がある人はこんなことやらなくたってドバーっていっちゃうんでしょうけど、力がないんです。昨日眠たくなっちゃいまして、G-MEN75 の草野刑事、倉田康明さん、草野刑事の、最後の出演ですね、2週連続の、200回と201回ですか、それの200回と続けてみようかと思ったんですけど、夜にこれ眠たくなっちゃって挫折しました。今日は本当はそれ喋ろうと思ったんですけど、ダメでした。でこの頃夜中眠たくなっちゃうんですよね、早くね。で、どうしようかなと思ってちょっと表をちょっと見てみたら、199回は喋ってなかったんですね、まだね。198だったん前回ね。それで199回、これはね、ウィキペディアに今日載ってましたけど、オートフォーカスがね、なんか前はくっきり言ったんですけど、今日もちょっとオートフォーカスがまるでくっきりいかなくなっちゃって、で、AF って書くのがこうパネルにこう液晶じゃない、なんか画面に出てきて、押すとこのピッてなってオートフォーカスするのかなっていう感じなんですけど、ちょっとわかんないです。途中からこうなっちゃったんですが、直し方がちょっと説明書を読む余裕がなくて、でもまあしょうがないですね、これ。まあごまかしながらやってますけど、199話っていうのは本当は1979年の1月の 何日かに放映する予定だったのが、銀行強盗みたいなものが実際に起きちゃって、その当時ね、三菱だったのかな、それで延期になったそうですね。そんで3月の終わりくらいかな、これなんかちょっと2ヶ月ちょっと遅れたのかな、そんなことが書いてありましたね。で G メン側の主役が夏木陽介さんですね。でそのなんかこう放映の順番なんかも途中で入れたんでしょうから、ちょっとズレがあるのかどうか分かりませんけど、まあ、夏木陽介さんがね、Gメン側の主役で、でゲスト主役が西澤俊明さんなんですけどね、で女性で綺麗どころで渡辺弥生さんね、この人はね、プレイガールかそのシリーズのなんかに出てましたよね。何でしたかね、プレイガールそのものか、スーパーガールか、あとミラクルガールか、どれかに出てましたね。もう全然もう分かんなくなっちゃうんですね、これね、いろいろこう見てるとね。それが原因じゃないでしょうけど、そういうのをね忘れない人もいますからね、すごいですよね。脳みその何かが違うんでしょうね。まあ元力士のね、ちょっと顔が似てるような気もしたんですけど、
私と、あのクラマさんね、クラマさんの、私が似てんのか、クラマさんの奥さんだったんですね。クラマさん亡くなっちゃいましたからね。うん、あの力士のね、タレントとしてね、引退後に活躍してた矢先だったんですね、クラマさんね。その奥さんになったんですよね、渡辺弥生さんってね。でね、これは何でかっていうと、その西澤俊明さんが、優秀なキャリア、警察官のキャリア組でね、どんどん出世していくタイプの人だったんですけど、ある実務を覚えさせるということで、あるところに配属になったんですね。所長みたいな感じでね、若いのにこう最初からね。そしたらその同じ名字の老刑事がいるんですね、中にね。所轄なのか分からないですけど、なんか全然いい加減です、言葉がね。ちょっとその署の中にね、実は親子だったんですけど、親を西田敏明演じるエリートは嫌ってるわけですよ。それでボタンがちょっと取れてる、情けないとか、なんて言ったかな、しっかりしてないみたいなね、ちょっとそういったことを怒ったりみんなの前にするんですけど、なぜかっていうと、ある時強盗みたいなのが押し入っちゃって、撃てなかったですね、奥さんの前で。奥さんとそのちっちゃい時の西田敏明扮するそのエリートと3人の時にちょっと強盗が押し入っちゃったみたいで、それで拳銃を撃てて息子が叫んだのに、小学校かなんか その子供の頃の、撃たなかったから刺されて死んじゃったわけですよ、奥さんが、で子供にとっては実のお母さんがね。それを根に持っちゃってて、ずっとね、そういう経緯があったんですけど、だよな、なんか今ふとね、言っておきながら、なんか若林豪がどっちかね、夏木陽介とこんがらがっちゃって、どっちが主役だったのか。でも夏木陽介さんだったような気がするんですけどね。だよな。それでそうそうそう、古谷雅人さんでしたっけ、自殺して亡くなられちゃうのね。でっかいね、なんかヒポクラテスたちとかね、なんか松田優作系のような古谷さんが、まだ名前が違う時に出てましたね。名前つったらね、草野刑事が、お父さんが200話ですけど、これは今日は199話喋ってますけど、200話でちょっとだけ見たんですよ、だから最初だけ、草野刑事の交番の作品で安明って言ってましたね。だから草野刑事同じ名前だったんですね、倉田さんとね、だと思います、はい。そういうことでね、銀行に押し入ったん、あ、違う違う、強盗だ、3人組くらいの、2人か、強盗、こんがらがっちゃってるかもしれない、198話喋ったのに、198話ともこんがらがっちゃってるかもしれない、190話がわけわかんなくなっちゃったです。とにかくね、なんだったろうかな、違うわ、これ、197話でしたっけ、なんかもう、破綻してます、これ、私の記憶が。破綻しちゃってます。違う。これね、郵便局の人が来た。ポストに入れる。これ違う。196、7話くらいから199話まで混在してます。だから、間違ってます、これ。詳しくはウィキペディアとか、正式に、真剣に G メンを語ってる人の、ホームページとか、サイトを見てください。これちょっとこんがらがっちゃった、これ若林豪さんか、これゲスト主役が分からなくなっちゃったっす、なんかね、とにかく主役側、ゲスト主役側の話からすると、西田敏明さんがそのだから父親をこうお母さんというかね、助けられなかったお父さんということで、ちょっと確執がずっと続いちゃってるんですね。だけどそのお父さんはでもその駐在みたいなあれなのかな、なんかね、最後は勇気出して行ったんですけど、やっぱりね、発砲はしなくて、
そんで人質に交換して俺がなるからって人質になったんですね。それでそれ複雑なんですよ、この199回っていうのは。でそのお父さんがその拉致されてる時にパトカーをあのこう間違えました、あのね喋ってるうちに思い出しました。夏木陽介さんの成田空港の話は先だった。違う、これ今回違う、今回はゲスト主役が郷辻がちょっとねあのパソコン時代であんまり書いてないから急に出なくなっちゃったって出たんですけど、この訂正します。おそらくねこれ若林郷さんがこれあれでした、あのそうそうなんだ、思い出した、よーく思い出したよ。これ199回は G メンガンの主役はあの若林郷さんでした。はい、立花警部補でした、思い出した、すいませんでした、ちょっと最初間違っちゃったけど訂正しました。でこれもう11分経ってるんで、で多分これね大概 2,3 分でこのこうみんな視聴やめちゃうから当然だと思いますけど、私のこの面白くね喋りで当然だと思いますけど、そしたら間違ってこのね早とちりの人は間違えますからね、で黒田間違ってんだろお前って言ったら、最後まで見てみろやって私が言ったら、あ訂正してたのかって言って私のが有利になりますから、これ作戦です。作戦でも何でもありません、思いつきです。だけどそう若林剛さんが助けろと親父を、で親父は憎んでると思ってんだったら警察官として仲間、組織の仲間を助けろと考えろって言って撃つなって言ってたんですけど、それ忠告無視しちゃって西田敏明扮するエリートが撃っちゃうんですね、パトカーを、パトカーを貸して逃げさせるってことになっちゃったんですよ、いろんなこと交渉で、で仕方ないと、まずは人命だと、逃げさせてから解決させるっていう方針をベテランのね立花警部補のねその資料深い作戦をエリート若造がね西田敏明扮するが破っちゃったんですね、撃っちゃったんですね。で古谷さんの若い頃が撃ち抜かれて死んじゃって、それで冷泉さんっていう人か顔見たらよく見た顔だなっていう人、冷泉さんっていう人、その人がねこう撃っちゃうんですね。で裏切ったなって言って父親を、で父親はそこで死んじゃうんですけど、パトカーの中で、でで渡辺めぐみさんじゃねえよ、渡辺めぐみって言ったらね嫁金トリオですか、渡辺弥生の方ですね、渡辺弥生だけ転がってドアからこう落ちて車のドアからね助かるんですが、まあ叫んじゃいますよね恐怖でね。だけどその一斉にこう小銃、この機動隊なのか警察官がなのか一斉にこう銃で乱射で、結局その飛び出した渡辺弥生は助かったんですけど、その他の人はみんな全滅、3人ぐらい、それで最後にそんなことで警察のエリートになれると思んないよって言って、上司に俺に盾つく機会エリートにって言ったのに、立花警部はこう殴っちゃいましたね、西田敏明扮するその失態を犯したやつをね、みんな死んじゃいましたからね。だけどそれは複雑なんですけど、その親父がその拉致される寸前でパトカーに入る寸前に入ってたのかな、叫ぶんですよ、不思議なことに息子に向かって、なんとか警視かな、なんだか分かんないですけど、もう暗い上ですからね、若いけどエリートですからね、なんとか警視か警部か警視か分かんないですけど、警視かな、なんとかって言って、もう若いのにタミヤじゃねえ、ボスとか、あと丹波哲郎さんとか夏木陽介さんクラスの階級になっちゃってるわけですよ、若いのエリートで、それに、私のことはいいから撃って逮捕して、あなたが
これ欲しいなんだあの解決してくださいよって叫ぶんですよ、そんな話を。そしたら結局よく考えてみたら親父の言うことは聞いてたんですよね。で、立花警部補には殴られるというわけわかんない構成でした。これどう解釈すればいいのか、うん、ちょっと難しい、確執のあった親父の言うことを聞いちゃったのか、立花警部の方はそんなことで警察トップになれるのかとか言って、警察のトップ層になれるのかつって殴っちゃった西田敏明を。複雑だ、不思議なね。これはね、 G-75 の199回は解釈が分かれると思います。これなんで父親の言った言葉通りにはしちゃったわけですね、うん、どういうことだったんですかこれね、不思議な回でした、うんうん、で、あの私と違って真面目に G メンの、本当に、ブログっていうかサイトでね、サイトかブログではない、サイトで、G メンを久々に見るっていう人がいるんですけど、その人はちゃんとしたライターの人で、坂本さん坂なんとかさんっていう人ね、きっちり書いてるんですけど、なんかこうやっぱ複雑だなっていうのを、そういう善と悪ってはっきりしないうんぬんかんぬんって書いたところがあって、やっぱりね解釈が分かれるドラマだと思いますよ、あの199回は。なんでね、警察としては失態なんですけど、仲間の警察官も死ぬこと死んじゃうことになっちゃいましたから。だけど親の言った言葉ですよね、最後に、俺のことはどうでもいいからお前が逮捕しろって言ったのは、確執があったのに、仲はすごく悪かったのに言うこと聞いちゃったんじゃないかと、エリートは。だけど若林吾さんに殴られると、なんか踏んだり蹴ったりですよね、父親が死んじゃったよね。でわけわかんないドラマでした、199回は。ちょっと深いのかもしれない、わからない私には、分からなかったな、不思議な複雑な深いのかもしれない、199回。はい、でね、でまあ一つ言ったので天気の話します。ほとんど曇りなんですけど、今偶然振り向いたら雲の隙間から太陽が照ってきて、予報ではねちょっとお昼のね、お昼 2,3 時間くらい晴れるのかな、まだお昼っていうよりちょっと早いですからね、10時半になってない頃ですから。でもちょっと晴れてきたので、明日から1週間ぐらいずっと曇りになってたんで、の思い切ってね布団出しちゃいました。今布団が日に照らされてます。うん、でも、まあ、昨日もそうでしたかね、一昨日でしたか、 2,3 日前ひどかったですけど、豪雨になっちゃいましたからね、雷でね、うん、ここら辺なんか関東にしては、まあ群馬とか多いイメージですけど、埼玉とか、こっちは霞ヶ浦周辺の平野の方なんですけど、うん、なんか少ないイメージですね、比べれば。どこと比べるのかよって言いますけど、そのくらい比べてもいいと思いますが、比べると雷雨とか少ない気がしますけど、ちょっとなることがあるんで、でもまあすぐ閉まっちゃうんでね、私ね、夏の日照りは強いですしね、だから閉まっちゃいますけど、今出しちゃってます。太陽光パネルにこの蓄電池ポータブル電源つけたやつも今上がってますね、ようやくね、うん、8時頃までは1ワット以上くらいになると点灯するんですけど、その1ワットとか数字も出てくるんですけど、パネルにね、液晶か何なのかは分かんないですけど、パネルに、うん、それだけど8時頃まで点滅しちゃっててね、それ以下だったらそんででも少し電源がこう入ってる時にはこう点滅するわけですよ。それが早かったんですけど、一回途切れちゃったんですけど、今声が裏返りましたけど、一回止まっちゃったけど、もう一回やったら点滅がひどかったんですけど、少し入ってるっていうポータブル電源に太陽光が。だけど
もうこう完全にね、安定していますね。点灯しましたね、緑色のランプの、ね、スアオキっていう中国製のやつですけどね、ポータブル電源ね、5年以上かな、結構持ってますね、安定してね、うん、分かんないですけどね、分かんないんですけど、うん、ちょっとまあ安定しなきゃ売り物にならないですからね、でも、うん、怖い、使い道によっては怖いですけどね、あ、そういう電気系統はね、うん、いやいや、でも意外とね、いろんなものもね、火出たり爆発したりしないで使ってますからね、うん、なんかね、ポータブル電源、スマートフォンとかね、充電に使わせてもらってますけど、うん、だから全部電気ねよりもちょっとは違うんじゃないですかね。まあ購入コストとかありますけど、だけど一回買っちゃえばもう使えば使うほどね、そうやってこう充電してね、こう、うん、まあ電気代にならない電気としてねやってるわけですけどね、まあ購入コストがありますけどね、うん、あとね、やっぱりこの台風7号がものすごかったですけど、まあマスメディアが言うほどのことはなかったんですが、でもやっぱり準備がすごかったですね。だからね、あと南海トラフのね、注意が出ちゃったから、史上初っていうね、それもまあ地震は起きてませんけど、まだだけどそれがつながっちゃったんで、やっぱりマスメディアの方もね、相当な緊張感を持って、大げさでもないんでしょうけど、それに近いような、実際に こっちの方に接近した強さは強かったんでしょうね、うん、だから、うん、台風7号は洪水とか停電とかこっちのは起きなかったですけど、起きたところもありましたけどね、うん、霞ヶ浦周辺の一部は、うん、まあ、職場はちょっと越権行為で、越権つったって権利じゃなくて県を越えて利根川渡って行っちゃってますけど、そっちの方もそんなに無茶苦茶なことにはならなかったんですけど、うん、ただちょっとね、神奈川とかね、茨城の北の方とかでね、ちょっと違う地震がね、南海トラフではないけどっていう地震が続いてます、うん、で、まあ、その後涼しくなるのかなと思ったらならなくて、だけど7月の終わりとか、ちょっと前よりはちょっとグレードダウンしましたね、暑さはね、まあ、暑い、蒸し暑いですけど相変わらず、でもピークよりは下がったかなとは思ってるんですね。また来るってことないと思うんですよこれね、7月のだからね、清宮だって10日間前くらいまでは爆発してましたもんね。今日出してもらえるのかな、も出してほしいですね、あ、清宮幸太郎選手、推しメンです、私頑張ってほしいですね。あれよあれよとね、だって2割9分3割近くいっちゃったら、あれよあれよと20打席近くパタンと止まっちゃってね、非常に困っちゃってますけどね、うん、なんとかしてもらいたいですね。今日だけど4打数4安打3 4打数3安打で8打数7安打打ったのもロッテ戦だったんですよね、前々回か。でロッテ戦でむちゃくちゃすごい打てばヒットみたいなのがあったら、この前のね、直近の3連戦はノーヒットでね、ロッテに始まりロッテに終わり、だから今日からまたロッテこうくるくるくるってなったら打つっていう可能性じゃないですかね。でも新庄監督がね、こう使ってくれるのか、4番でなくても8番でもいいから使ってくれるのか、9番でも8番でも7番でもいいから使ってくれるのか。まあでもオリックス3連戦、まあ3連敗させられちゃいましたけど、オリックスのね、1試合目に休ませたんですよね。で2試合3試合とは出せましたけど、それもヒット打てなかったから、でもオリックスの最後の2打席は外野まで飛ばしたので、またちょっと違ってきたのかなっていう。それまでは三振とか内野だったのが多かったと思うんで、いや本当難しいですね。で私ね、知らないんでプロ野球あんまり、
3、4年前か、まだ22歳くらいの時、佐藤輝明、初年度、佐藤輝明の2年目、初年度、なんかね、清宮幸太郎と同い年ですけどね、あの佐藤輝ってやつですか、あの阪神のね、なんか60打席近くまでの人が続いちゃったみたいで、佐藤輝のが大物ですね。だからまだ20打席ぐらいでしょうから、15打席20打席ですからね、試合数にしてみると5試合連続ノーヒットだから、ちょっとコロッと変わればね、もう集中しますからね、清宮幸太郎の場合はね、うん、しかもね、だってだけど去年一昨年か去年の初めかもうそうだったんですよ。脇腹を痛めるまでは、脇腹痛めてちょっと調子狂っちゃったんですけどね、去年はね、脇腹を痛めるまでは3割近くまた行ったんですよ、初っ端調子よくて。ところが最後の頃にまたその連続凡退みたいなのが続いちゃって2割4分で終わっちゃったんですけど、だから清宮幸太郎選手の場合は爆発して沈黙して、爆発して長い沈黙で、こうじゃないんですね、こうなんですね、これこうなんですよ、これジェットコースターなんですよ、こう平坦じゃないんですよね、コンスタントじゃないんですよ。でそこをね、どう新庄剛志監督見極めるかですね、新郎陣がね、うん、まあ、いずれにしてもね、打ち始めないとね心配ですから、うん、しかもね、甲子園でね、早稲田実業が久しぶりに出たってことでね、招待されてましたけど、偶然オリックス戦がね、甲子園にちょっと抜けて見に行ける距離だったっていうのもあったってことで、まあ、新庄剛志監督もね、日本短大付属でね、まあ、どっちも負けちゃいましたけど、早稲田実業もその日にね、うん、だけど見られたというのはすごいことですよね、タイミングといってね、タイミングといいね。 でやっぱ高校野球の人たちも関係者もプロになって、そうやって騒がれてるスターになった人たちが、スターになってる人たちが見に来てくれるというのは、なんて言いますかね、勇気をもらえますよ、これ夢をもらえますよ、うん、人によっちゃね、何試合があるのに、そんなとこ行ってんだよなんて言ってる人は全然ね、その人とその人生を考えてません、ドラマを知らないです、合理主義者です、単なる今の何、デジタル人間です、デジタル人間、単なる結果と数字しか、数字も大事ですけど、何ですかね、歴史を考えないで、その人の人生の歴史とかを考えないで、その本当の身近な近視眼的な虫眼鏡みたいな、それしか考えてないんですね、そういうことを言う人はね、うん、だドラマが分かんない、そういう人たちはね、うん、だかわいそうだなと思いますけど、そういう人たちは違うところで快楽があるんでしょうから、しょうがないんですよ、これ頭の出来が違うんだから、これしょうがない、うん、で相手からしてみたら私の方がバカだと思ってるんでしょうから、でしょうがないでしょ、これね、なんかだからなんかこう人生の途中でその考え方がちょっと違っちゃったんでしょうね。まあその一点ですけどね、それ以外はすごく意気投合してっていう人たちかもしれないけどね、うん、わかんないですよ、その一点に関しては。新庄監督とか清宮が高校野球を見学に行けたっていうのはロマンだなって、夢だなと、ここまでなれるんだなって、高校生に夢を与えたんだなっていう考える方が私としては人間らしいと思いますね、私としてはね、はい。まあ、誰も私にそれを文句言ってるわけじゃないんですけど、文句言ってるわけじゃないんですけどね、うん、であとはね、うん、あとはちょっとまた本当に遅い歩みなんですけど、菅秀美さんという評論家の書いた1968年というその震災系の歴史みたいな本に、ヒントが今の日本の、男女が乱交になっちゃったのもあると思うんですけど、どっちかというとやっぱりそういう政治活動、権力奪取みたいなことについて考えて変えてますけど、ちょっとね、そういった性的な男女間のことについても書かれてましたね。
うん、吉本隆明、吉本龍明と、あとなんかフェミニストの、なんて言いましたっけ、あの東大の ねフェミニスト、なんか久本雅美みたいな顔のね、久本雅美がそっちに似てんのかな、うん、上野千鶴子って人か、うん、がちょっと最初ふと思ったけど決裂したみたいな話書いてありましたから、そんな面がねあってね、ちょっと書いてありましたけど、やっぱりね今じいさんばあさんで権力握ってるそういう安保世代、その人たちがやっぱり、男女の性に対して、フリーセックスだったから、今の日本が大久保公園の立ちんぼ公園フリーセックス女子売買所になっちゃったと思ってるんで、だからそれでちょっとヒントがないかなと思って読んでるんですけどね、あとね、だから本ではだから読むのが遅いからすごくちょっと今日頑張れば読み終えるってとこまで来てるんですけど、あの赤塚幸男さん あの複雑系時代の人文教養なんとかっていうタイトル覚えられないんですけど、複雑系時代の人文的教養みたいな本、それはやっぱりこのなんていうんですかね、6章か7章くらいでやっぱりそのタイトル通りのこと、ようなことを、黒崎正夫さんなんていうね、あの哲学者、デジタルにも強いって言われている方の話が挿入されたりしてますけど、そういうのもこうざーっと、元に乗り長とかね、国学とかね、そういったのにも言及されてきたり、その赤塚さんっていったらキーですね、パワーですね、ハンドパワーみたいなね、キーですね、喫茶の窓から半径地フレーバーのキーですね、違います、喫茶の木は違います、山水にあの目がありません、木っていうのは違います、あの気象庁の木です、気持ちの木です、木とかね、そういったユニークなね、あの中部大学の、先生だった人ですね、主にね、人文とは何かって、人文主義とは何かって、それとあと黒い空、黒い空、松本清張びっくりしました、あの最初の殺人はもう誰が犯人かはっきり分かっちゃってるし、その殺人というよりちょっと過失ですけどね、その過失の場面も分かっちゃってるし、あんなんかこのなんかその砂の器とかに比べるとあんま面白くねえなと思ってたら、でもやっぱりすごくなんだ第二の殺人が起きちゃって、これは誰かまだ分かんないとこなんですけど、そこでやあのストップしちゃったからすごいですね、やっぱりね、ちょっとなんか上杉謙信に手なずけられたなんか八王子の方の武将の末裔で、その末裔が絡んでんじゃないかというような、そういったオカルトな話も関わってきたり、そのうんちくがすごいですけど、ね、どこが本当かどこがあの創作か分かんないうんちくがね、すごいんですけど、松本清張らしいんでしょうけどね、ちょっとでその後半の一気にその第二の殺人が起きた頃からもう紙面が4分の35分の4は終わっちゃってるところで、残りでパーッといくんでしょうね、ちょっと残りでパーッといった作品は他にもありましたね、忘れましたけどそれあるでしょうね、なんだろうな、すごくなんかむちゃくちゃ歴史の好きなおじさんが出てくるんですね、一般のね、その人があれ関わってくるんですかね、解いちゃうんでしょうかね、その人がね、もう分かんない分かんないけど、黒い空あんまり砂の器とかそういうのに比べるとね有名にはなってないですけどね、黒い空っていうのはね、カラスの話ですね、カラスが何千匹も飛んできちゃったって、何千羽か、ああ怖いっていうね、そういったちょっと恐怖オカルト的な話も入ってる話ですね、黒い空、
そういうのを読みながら、うん、まあドラマも見ながら、うん、まあこれに書いてあったんですけど、縦にねこれ書いてあったんですけど、おかげさまでありがたいことに登録者数はYouTube で広告代が入るために必要な1000人は超えて、2000人登録の方超えてくださってるんですよ、ありがたいことに。本当にあとだけど一つの壁は、まあこんなことを自由に発言してるから、審査で落ちちゃう場合も危険性は多々あると思うんですよ私。だけどよく YouTube 関係の方に、審査員の方に言っておきたいんですけど、よく考えたら社会のことを憂慮して言ってるんですよ私。乱行とか言いますけど、乱行するなっていう意味で言ってるんですから。私がもしもフリーセックス乱行をしろよっていう、これでここで語ってたとしたら落としてください。落としてもしょうがねえなと思います。だけど違う、逆ですから。私ここでずっとフリーセックス乱行するなって言ってるんですから、これこんな救助隊の YouTube で。私そう、乱行するなって言ってるんですから。だからよく見てみてください。口汚いかもしれないですよ、言い方は。だけど乱行しちゃダメだよって言ってるんですよ。その優しく言ったってダメですから、これ強く言わなきゃダメなんですから。そこが言論統制の間違ったところで、相手が傷つくくらいの言葉を言わないと悪いことやめませんから、これそれを分かってください。だから審査は落ちたら変です、これ言論統制だと思ってます。その私は自負を持って、プライドを持ってやってます。今自負って言いましたけど、なんか銀字でしたか、銀字を持ってやってますよ、これ言葉忘れちゃうんですけど、これね、ね、お酒は吟醸とかねありますけど、吟醸を持ってやってます、プライドを持ってね。だから受かるはずですこれ。YouTube の審査員の方がしっかりした立派な人だったら受かります私は。だから残る一つなんです、残り一つ。何が足りないかって言ったら、365日の総視聴時間数が足んないんです。下がっちゃったんです、むしろ。4000時間のうち、現在分かってるところで一番最新の数字が1974時間、私の生まれたのは1967年。これが高い壁でね。でネットで調べたら、一つ短くてもいいから、その何万人も見るようなその大ヒットホームラン画像が1個あれば、周りの、だからミスチルがね、イノセントワールド歌ったらデビュー曲も売れちゃったみたいなね、そのタイアップしてくるから、とタイアップっていう言葉違うのかな、そのなんかね、一つむちゃくちゃすごいのが売れたら他のものも見てくれるから、とその合計で、だからね、そういう。でも一個すごかったら、私はでも本当にね、この桁が違うんですけど、桁が2桁3桁上がればあっという間に、そうですよね、1個の作品で4000時間をクリアすることだって可能ですよね。それができないんですよ私。だから愚直にこうやって休みの日に1個ずつ増やしていくしかないんです。アイデアがこれ以上出ないんです。でも途中からまあ物が発見されたってのもあったんですけど、古いコマーシャルね、今古いのを使っちゃったから、4年前のコロナの頃、コロナ前世の頃の、2020年の これと一緒にアップしますけどね、今回もね、コマーシャルを、困難救助隊の研究所からの発掘シリーズってことで、ちょっとこの、メインであるトークとは別に2種類やってんですよね、コマーシャルを。でコマーシャルもよく考えたら、やっぱり企業側としてもずっと流せないやつでも、企業が存続している限り、宣伝になりますから、悪い気はしないと思うんですよ。まあ、著作権なんかもちょっとそっちの方は、まあ、これだって著作権だって気をつけなきゃいけませんけど、もっと露骨ですからコマーシャルを流すというので。だけどいいことだと思ってるんですよね私、コマーシャルの終わっちゃったやつを流すっていうのは、企業側だってメリットありますよね。だって
テレビとかね、あの広告代払わなくたって、あの勝手に流してくれるわけですから、だから悪いことじゃないと思うんですよね。企業側もね、悪いと思ってないと思うんですよ、 YouTube ですもんね、うん、まあタレント事務所とかはどう考えるか分かんないですけどね、うん、まあ、いずれにしてもね、 YouTube さんが曲なんかで著作権にあまり抵触するやつは警告出してくれますが、警告つよりどうしますかと、ここカットしますかとか出してくれるんですよ。だからそれで、うん、でいいねが来たりしますからね、うん、だからね、うん、もうそういうのを地道にやって、愚直にやっていくしかないし、増やしていくしかないし、なかなかね、その一つのなんですか、ブレイクのきっかけになる作品を、うん、それが料理教室なのかね、このお酒はぬるめの考えとかね、歌なのか、それともこのブレイキンなのか分かりませんけど、できないでしょ、愚直に喋るしかできないから、愚直に増やすしかないです今のところ。だからブレイキン、ブレイキン、これで視聴率1万超えますか、これ、これで視聴数1万超えますか、ブレイキン、ブレイキンの人に怒られますよこれね、てめえふざけてんじゃねえって、これ頭でくるくる回ってみろとか怒られますよこれ、ブレイキンの人たちに怒られますよこれ、ブレイキンの人たち敵に回す必要何にもないじゃないですかこれね。アミさんでしたっけ、あと40超えた女の人とかですか、すごいね、あれ風見慎吾がね、ブレイクダンスって言ってね、週刊金曜日とかね、涙のテイカチャン、テイカチャンスとかね、なんかね、あの日本に紹介したんですよね、あの主にね、最初ね、風見慎吾がね、あのタクシードライバーのね、推理日誌のね、あの目指し加えてずらかっちゃう刑事たちの一人ですよね、うん、ブレイキン、これブレイキンじゃないんです、これ何なんだこれ、これで1万視聴超えるのか、10万視聴いくのか、これでいくのか、これでいくのか、これ全く最初と意図が全く違っちゃってますこれね、何なんだと。でもやっぱり、やっぱりね、何かしらね、人が注目して、多くの人がなんだこれって見るのが一つでもないと、一つでもないとじゃなくて、一つあれば一気に YouTube 広告生活になれるから、よりもっと YouTube の質を高めたり、自由な時間が効くわけですよね、うん、そうなんです、うん、ただどんどん世間から外れてっちゃうかもしれませんけどね、はい、ま、でもね、やっぱり結婚中のはノーマルな面がないと、ある程度できないかもしれないですこれね、うん、まあでも変わった男には変わった女が、変わった女には変わった男もいますから、諦めちゃダメですよこれ、うん、生きてさえいればどこでどう人生の風向きが変わっちゃうか分かんないですから、これ。清宮小太郎だって試合に出なきゃヒットは打てませんから、出たら分かんないですよこれ、またうちで始まっちゃうかもしれないですよ、突然また4打数3安打とか4打数4安打とかまた始まっちゃうかもしれませんよ、うん、出なきゃダメですから、だからね、だからとにかくね、 YouTuber 続けるしかないですこれ、愚直に、うん、こんなことでこう、だってこれでですよ、1万視聴とか10万視聴とか1回でできちゃったら、それで広告収入が私に入ってきちゃってたら、こんな1129回もやらずに、うん、何やってたんでしょうね、何やってたんですかね、うん、だからね、まあ、犠牲者なのか自己責任とか言う人もいますけど、それはふざけんなですけど、結婚してることができちゃって、そしたら黒田の子育て体験記とか YouTube でやってたんでしょうかね、全然今と違った YouTube、 全然ではないでしょうけど、
違った YouTube になってたでしょうね。それが運命っていうことなんでしょうかね、テーマなんでしょうかね、うん、でもやっぱり自分がこう発信しなければ、発表しなければ、どうしてもっていうもんじゃないと力も入りませんよね、うん、だから自分が結婚できてたとしたら違う話題になっちゃってたかもしれない、今日そのものも。まあそんなこと言っちゃったら、今年の1月にね、心筋梗塞で死んじゃってたら、今微妙なタイミングでピロロンってスマートフォンから音が出ましたけど、なんで出たのかはよく分かりませんが、まあこのくらいにしとけってことですかね。まあとにかくね、生きてる限りこうやって YouTube 困難救助隊、 YouTube 困難救助隊増やしていくつもりですから、私、うん、増やしていくんだけど結婚もしたい、結婚もする、できたとしてもやってきます、これ。とにかく、うん、自分だけじゃないから、結婚難の人は自分が成就したからって、結婚できたからって言って他の人を見捨てたりはしない、しちゃいけない、うん、ちょっと今別のこと考えちゃった、思いついたんですけど、ちょっと複雑になりすぎるから、うん、それはちょっと言いませんけど、今回はね、いずれ言う気持ちになったら言えるかもしれないですけど、今回は言いません。はい、まあ、とにかくね、これアップしますから、今日中にね、これで今日のとりあえずノルマは達成したんで、あと本読んだりドラマ見たりして、またブレイクする何かが降りてくるのを待ちます。何にもね、これ本も読まずにドラマも 見なかったらで、清宮も応援しないとかしてたら何にも喋れませんから、これ、うん、それは無理ですから、やっぱり他から吸収して、それを自分という人間のフィルターに通して、そこから発信ですから、これがインプットとアウトプット、アウトプットとインプットの繰り返しですから、これですよ、これ、うん、勉強して身につけただけじゃダメなんですよ、この身につけたものを、まあ、自動的に社会にこうそれが取り入れられていくんですけど、実際はね、だけどこのやっぱりアウトプットもしなきゃダメですよ、これ。でアウトプットだけだと全く同じことになっちゃいますから、これ何にも変わりませんから、これ。じゃあ これはバカにしてんじゃないですよ、これをするともしかしたら人気が出るかなと思って肯定的に捉えてやってんですよ、これ。そんじゃなくやりませんよ、こんなことやってますよ、だってこれ、こんなこと、いい気持ちじゃないですよ、これ、いい気持ちじゃないですよ。あれもダメな歌ですよ、何が ABC だこの野郎、本当によ、何やってんだこのフリーセックスバカ、ダメだこの人間、人類、真面目に結婚しろこの野郎、何やってんだこれ、結婚したいのにできなくて、何孤独死まで追い込まれる人間もいるんだぞ、そんなのに何がフリーセックスしてんだバカ野郎、結婚しろこの野郎、言論統制するなよこの野郎、結婚しろって言ってるのは愛情からなんだと、この愛の気持ちだぞ、俺は愛はないかもしれない、人間的に、だけどこの言葉自体は愛だぞ、この野郎。結婚しろ、この野郎。結婚しろ、この野郎。結婚しろ、この野郎。この野郎。